直接連絡先を交換しなくても、様々な人と繋がれる SNS。学生時代にお祓いができたらしい一致が、同級生に助けを求められたそうだ。幽霊をお祓いするホラー系と思われた今回のスレだが、実は一致による復讐の始まりであった。先週初めてお祓いしたんだけど質問ある？何がついてたん？知らないけど、話だと女の人らしい。ん？お祓いをしてきたのに、知らない、とはどういうことだろうか。詳しく。簡単な流れとしては Facebook で JSOUL BROTHERS もどきから連絡が来る。中学の同級生でいじめっ子の A が幽霊に取り憑かれて大変。お前お祓いしてくんね？って、お祓いした。中学の知り合いレベルに Facebook 経由で除霊頼むってすごいよな。お高いんでしょ？10万もらったわ。10万か。いいなぁ。いいやろ、おもろかったしすっきりしたわ。具体的に書けや。もうちょい詳しく書くわ。連絡来てお祓いできるならしてくれって相談された。最初は関わりたくなかったし断ってたけど、謝礼は10万は出すって言われて、お金欲しかったし色々条件を出して引き受けることにした。まあ条件はこっちの都合に合わせることとか、こちらの指示通り準備してもらうとか、こっちがやれって言ったことはやるという約束をした。そんで A とその友人たちと一回居酒屋で打ち合わせることになった。何かに取り憑かれていると弱っている A。一致によるお祓いで無事解決できるのだろうか。と、ここで一致は衝撃的な事実を語る。ちなみに中二病の時に幽霊が見えるとか、そういうこと言いまくってた。ネクラの友達とかといじめっ子呪ったりしてた。それがまたバレていじめられたりした。それが大人になってから突然 Facebook で連絡来たのが今回の始まり。まあ、もちろんだけど、中二病設定だったから全部嘘。幽霊なんて見えないしお祓いなんてできない。呪いだって聞いてなかったと思う。まさかの中二病設定。A はどうなってしまうのだろうか。待ち合わせ場所行ったら、まあ柄の悪い輩がいたんですぐわかった。A はひどく弱っていて、中学の時にいじめてたくせに。マジで助けてください。とか。ありがとう、来てくれて。とか言ってた。周りの奴はやっちゃってくださいよ、みたいな感じだったけど。同じく中学の同級生 B はやめろやとか言ってた。で、居酒屋で話を聞いた。ざっと話すと心霊スポット行ってから調子が悪いとか。帰り道や部屋で女の人を見たとか。夢でつらみからみを言われたとか毎晩うなされるとか。怖い話でしたらしらけるくらいなものだったけど、本人は相当怯えていた。で、まあ一応こっちの設定としては全盛期ではないが、今も本気出せば幽霊が見れるくらいの設定だったので、ああ、なるほどね、だからさっきから A の後ろが嫌な感じするんだ。みたいなこと言いまくってた。まあその度に、お前それ本気で言ってんの？とか凄まれるんだけど黙りながら深刻そうにうなずくと深いため息を吐いたり涙目になってたりしてた。B に、どんくらいやばい？と聞かれ、正直もうそんな幽霊見れなくなってるけど存在がわかるくらいだから。とか言っといた。まあ細かい描写しても仕方がないからざらっと話すと、居酒屋ではとにかく一刻も早く除霊した方が良いとか、周りにも呪いのようなものが広がってるから、よく一緒にいる人は除霊に来てほしいなど、除霊までに心身ともに清めなければだからと毎日やることを指示するなど、そんなことを説明してその日は終わった。まあ毎日お清めとしてやってもらったのは、寝る前に日本酒を1合飲む。爪を切り集めておいてもらう。毎日お風呂で水浴び。A だけ髪の毛を幅4センチ以上長さ2センチを毎日切って集めてもらう。みたいなことをやっててもらった。ある意味修行だね。オカルト好きの中二病が炸裂している。そんなことを知らない A は、しっかりお清めを続けたそうだ。特に面白かったのが3日くらいしてから A から。髪の毛が足りないかもしれないから早めにお祓いできないでしょうか。という切実なお願いだった。めっちゃ真面目に言ってるの想像したら笑った。本当は10日くらいあって、ちょっと長めの髪を全部剃ってやろうと思ってたけど仕方がないので早めることにした。で、そんなメールが来てから3日後にお祓いすることにした。朝から公民館的な場所を B が予約しててくれた。なんか楽器とかも練習できる場所だったみたいで A とか B とかその日来た何人かがバンドの練習やってた思い出話とかしてた。ちょい話の前後がずれるけど公民館で待ってたら髪の毛がボロボロの A が現れた。さすがにその場にいた人たちは絶句してた。寝れてないらしく目はくぼんでいて、少しこけてたようだった。やりすぎたと思いつつも、A は本当に困ってるんだなと思って罪悪感が若干生まれた。真面目に言うこと聞いてたんだな。
もう A も B もその友達や彼女とかもみんな言うこと聞いてた。めちゃくちゃ A が頼み込んだらしい。で、公民館入って部屋の四つ角に盛り塩をしたり、コップに日本酒入れたり、お供え物を中心に置いたり、ただひたすらそれっぽい装飾を施した。ふむ、先払いだったの？材料費はお払い当日に10万円とは別にもらったよう。部屋はちなみに5メートル四方くらいあったと思う。で、人数が確か俺含めず10人だったと思う。その10人が毎日切った爪やらを袋に回収して、その爪と A の切った髪の毛とお米を一緒に、ぬいぐるみの綿を取り出したものにぎゅうぎゅうに詰め込んで赤い糸で縫い閉じた。なんか本当にそういうやり方ありそうでリアルやね。こうして準備を終えると、いよいよ一致によるお払いという名の復讐劇が始まった。部屋の電気を消して持ってきてた白熱電球の調光できるやつで薄暗い部屋を作った。で、今日の流れを説明した。そして約束してほしいことを伝えた。まず、質問などには絶対何があっても嘘はついてはいけないということ。何があっても今回のことは他言してはいけないこと。途中で席を立たないこと、辛くても正座し続けること。怖くてもこちらが指示する以外は目を閉じたりしないこと。指示するまで声を出してはいけないこと。やりたい放題やな。では、まずこの酒を全部飲んでください。とコップ一杯ずつの日本酒を各自飲んでもらった。A の彼女が日本酒嫌いとか言ってるのを他の男人がめっちゃ睨みつけてて内心笑った。俺は、まだ儀式始まる前なので声出しても大丈夫です、と説明すると、A や他の男人が A 彼女にめっちゃ注意してた。みんな何歳くらいだっけ？ A とか同級生は22とかだけど、それ以外の人は知らない。同い年くらいだったけどね。OK。続けてどうぞ。それからさっきとは違う大きめの器に日本酒をなみなみ入れて A から一口ずつ飲んでもらい、最後に A にもう一口飲んでもらった。それから儀式を始めますと言うとその場の空気がしんとした。A にまず静かに全裸になるように指示をした。みんな A？ って顔してたけど A だけは動じることなく淡々と服を脱いだ。男人も女人もちょっとニヤニヤしてたが A の本気さに次第に真顔になっていった。A にとっては命かかってるからな。躊躇なくやるだろ。A の背中に朱色で鳥居を描いてから、公園に生えてた青々とした葉っぱの生えた枝でさっきの日本酒の入った器の水面に軽く触れて、その枝を A の頭の上でフリフリしたり乗せたり、それっぽいこと繰り返した。鈴とか数珠とかで音を鳴らしながら、聞こえるかどうか微妙なボリュームで念仏っぽい言葉を発していた。A に日本酒の器の水面を見続けて、何が見えても、何が聞こえてきてもそこから目を離さないで、と伝えると A はじっと見つめ始めた。俺はシャランシャランやりながら周りをうろちょろしてた。何部かしてから、少し説明をしてからいくつか質問をします。と言い、彼女からとても怒っている印象を受けました。それは彼女の領域に入ったからというわけではなさそうです。何か思い当たる節はありますか？と A に聞いた。少し沈黙が流れてから、わかりません。と返ってきた。彼女から A 君に対して恨みのようなものを感じると同時にここにいる私以外にも恨みを抱いているようです。と説明した。特に A 彼女が A 君の次に恨まれていますが心当たりがありますか？とまた A に聞いた。すると A は沈黙したまま一向に話さない。周りもなんか心配しているようだった。A 君、私の声は聞こえますか？はい。と即答だった。なので、今の質問に答えられないのは思い当たる節があったからですか？と聞くと。はい。と返事をした。わかりました。あなたが今考えてることが合っているようです。さっきより恨みが強くなったように感じます。と、説明をしてまたシャランシャランやりながら俺は念仏っぽいものを唱えていた。ちなみにこの念仏っぽいのを唱えている最中は次に何しようか考えてるだけの時間だ。あたかもそれっぽいことやりつつこの A や B に中学のことを復讐までいかないにしても返してやろうと思ってた。B 君、A 君に対して日々思うことがあるようですね。と聞いた。特にはありません。と返事が来るやいなや、俺は A 君に今。水面に何か映りましたか？と突然大声で聞いた。B やその周りはびっくりしていた中、A だけは全裸で動じず、静かに首を縦に振った。何が見えましたか？と聞くと。多分ですが瞬きする目が一瞬見えた気がしました。とか A が言ってきた。内心俺もあれ、それマジなやつじゃねとか思いながら、B が嘘をついてる、とでっち上げ、本当のことを話しなさい、と A に対して抱いている嫌な部分を全部言わせた。面白いぞ。同じような手口でその場にいた人らに A についての愚痴のようなものを全部吐いてもらった。そしてそれについて A はどう思ってるかを聞いた。最初は、悲しいです。とか言ってたけど、
あれは俺は悪くない。とかそういう感じになって良い感じに険悪ムードができた。で、本題に話を戻した。取り付いている女性の恨みについて、心当たりあることを話してください。彼女も A のことを頼りがいがないやら色々言ってたのもあるのか、A は少し怒りをにじませるような口調で。彼女はああ言ってるが本当は B と浮気していて、それに腹が立ったので彼女の友達とずっとせ、での関係だった。と突然の暴露に連チャンだった。で、結局せ、ででしかなく、告白されるも B に彼女を寝取られるのが悔しくて、彼女を奪い返すためにせ、でを出しに使ったりした結果、彼女奪還が成功。せ、ではポイ捨てして、連絡も取っていないとのことだった。うほほ。取り巻きの中で思わぬ暴露をさせられてしまった A。修羅場確定である。さらにせ、でさんから恨まれる他の理由など思い当たりますか？と聞くと金借りたままとか、貢がせたとかムカついた時に当たったことなど話していた。本当はそんな自分嫌だよね？みたいな感じで反省してる？とか聞きつつ会心の方へ持っていった。で、それから過ちを認め過去の自分に対して、恨みを込めるように指示しながら俺はお経もどきを唱えつつ、出刃包丁を取り出し A に持たせた。それから目の前に A の髪、みんなの爪、米の入った人形を持っていき、ではその包丁で過去の自分のことを恨みつつ A 死ねと言いながら3回人形を刺してください。と指示した。A がそれをやった後、その人形の米をお皿に少し入れ、俺以外の人たちに何粒か食わせた。それから人形を木箱の中に包丁で突き刺すように固定するよう A に伝えて、木箱の中に包丁で固定されてるのを確認してから俺は木箱を閉じて、お祓いが済んだことをみんなに伝えた。全裸だった A は少しスッキリした顔をしていた。他の人らも A に対して思っていたことが A スッキリしていた。彼女は怒っていた。B は A に謝り A はそれを許し二人は A 彼女と揉め始めた。というのを片付けしながら俺は三つ人形の入った木箱を A の元に持っていきこう伝えた。一応、今日はこれで終わりね。で、この人形の木箱は一応行ったって言ってた心霊スポットまで行って、よく嫌な感じがするところになるべく近くに埋めてきて、誰も掘り返せないくらいにとまた指示を出した。ようやるな。なんか、逆にいいことしたんじゃないの？その日 A はすっきりした顔で俺20万円払うとその場にいた何人かを連れて心霊スポットにその人形の小箱を埋めに行った。A からはとても感謝され、セフレを大事にするとか、今の友達を大事するとか、今までの自分とは違うとか言い、最後に中学でのことがあったのに助けてくれてありがとう、それで本当ごめん、と言われた。おおめちゃ素直になっとる。もう過ぎた話だよ、と俺は答えた。その日とても気持ちよく寝れた。中学の時からずっとあったわだかまりが自分の中でようやくなくなった気分だった。自分が考えれる中で一番の呪いの方法を自分たちで自分たちにかけてるとも知らず、ダメ押しの二度目心霊スポットに行くとか、しかも人形埋めちゃうとか。本当にバカはいつまで経ってもバカなんだなってよくわかったわ。うわぁ、言ってよ。110までは紳士かもって思ってたけど違ったわ。許すわけないやん。散々な目に遭わされて高校行ってもいじめられてたとか噂は来るし、大学行っても付きまとうんだぞ。まあでもすっきりしたわ。でも A は呪いが解けたと思ってるから気持ち的には楽になっとるよな。その後 A はどうかなった？電話が何回も来た。出なかったけど、夜2時とか3時とかに鬼電かかってきたから、多分見ちゃったとかお払い済んでないことに気づくことでもあったんじゃないかな。出てみればよかったのに。それで全部あれは嘘でしたって言えばいい。まあこれがまとめられでもしたらしっかりわかるんじゃないかな。見てるかどうか知らないけど、なんで被害者の俺がバカにされなきゃいけないんだ。加害者を罰しろ。いじめられてて不当に悪者にされたって話か？今いくつか知らんけど、勉強していい大学行っていい会社に入ればお前の勝ちだから頑張れよ。そやな。でもな必ず覚えておいてほしいんだけど、いじめられていたってことは一生つきまとうんだよ。自信なんか持てねえわけ。原因がある奴が悪いとか言うけど、それだったら関わりくんなよって話。なんとなくわかるさ、いじめられてたなって目は大人になってもわかるからな。けど金には感情がないし、いじめられてたからって買い物ができない店は、かっこチンピラの店は知らんけど、ない？楽でいるわけじゃないだろうし、お前の苦しみをわかってやれるわけでもないけど、苦しかった分報われるのが人生だと信じていたい。ありがとう。まあ、もうこのことは忘れて生きていくよ。忘れられるならそれがいい。少しでもお前に運が向きますように。ある意味、俺にかかってたいじめの記憶って呪いから解放された感じがあるなぁ。俺は自分のことをお祓いしてたのかもなぁ。うーし、寝るわ。ほなな。
みんなも呪いには気をつけるんやで。こうしてイッチの復讐劇は終焉を迎えた。学生時代に味わった苦しみを晴らし、自分の心の中で縛っていたものを解放することができたようだ。イッチの霊感をすっかり信じ込んでいた A がその後どうなったのか、誰も知る由もなかった。最後までご視聴ありがとうございました。イッチによる復讐劇は圧巻でしたね。感想があればぜひコメント欄で教えてください。この動画が気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。